皆さんこんにちはおいゆくでございます今日はコメントで質問が来ておりましたので特別にお答えしちゃおうと思います Chromebook 上で写真の編集ができるアプリってあるんでしょうかという質問でした私がおすすめするのは GIMP でございます GIMP って言うとですねもともとは Linux 上でフォトレタッチをするそういうアプリでございました アプリじゃないものもね画像を編集できるものが実はあるんですけどアプリということでしたので GIMP を紹介しておきたいと思います。GIMP は Linux 上で動くってことで、まあ、前回 Chromebook のね Linux 環境のお話をしたばっかりなので今日もそのおさらいを兼ねて Chromebook 上で Linux 環境上のこの GIMP のインストールこれをやってみたいいいいいととと思思ますおさらいだだっていただけるとい,いと思います。 それでは早速やってみましょうということで今日もクロームブックをいじっていきますねもちろん皆さんクロームブック上に Linux 環境は入ってますよねもしリナックス環境がある人ははいこちらにターミナルっていうのが見えていると思いますのでターミナルをポチッとクリックしてみてくださいそして おそらく皆さんもこれペンギンってなってると思います。こちらをポチッと少し待つとターミナルが立ち上がると思います。そして前回のおさらいですね。ここで Linux のアプリをインストールしたい時のコマンド覚えてますかそう、あれですね。そしてあれの前にあれもつけなきゃダメでしたよね。そう、あれです。sudo apt インストールそしてインストールしたいアプリの名称キムプですこれでエンターしてあげてくださいそうするとゴニョ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 と出てきますけれども下の方を見るとアフターディス操作157メガバイトオブアディショナルディスクスペースウィルビユーストこの操作をした後で157メガバイトが追加でディスクスペースが消費されますって書いてありますね。 Do you want to continue? want 続けたいですか続けます。Yes。ポチッはい、あとはですねひたすらこの Linux のターミナルがネット上にある GIMP の元を私のシステムに合ったものを探してきてくれてうまくゴニョゴニョゴニョってやってくれると GIMP がインストールされます。さあ今回はどれぐらいでいけますかねかなりいい感じで。 インストールが進んでおりますちょうどね、こうプログレスバーの代わりにね、シャープの記号がずら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 っと並んでくれるのはいいですね精神衛生上止まってんじゃないかとかそういう心配がなくて嬉しいですさああともうちょっとですねはい終わりましたで、ここから GIMP を起動してもいいんですがですがこのねはいもうこの アイコンが表示されているわけですよでもちろんこの Linux アプリっていうところにも登録されるんですけど最近使ったばっかりのものってこの上のところにも出てくるんですよねここになかったらこの Linux アプリっていうところを見てみてくださいはい、GIMP ありますねさあ起動してみましょう Chromebook って非力なマシンが多いんですけど あーでも綺麗に見えますね非力なので果たして負荷がどれくらいかかっているのかっていうのが気になりますよね気になるのではいこちらでございます診断これで CPU の負荷を見ると全然大したことないですね起動直後ですけど25%ぐらいしか行ってませんメモリーはどうかっていうとメモリーもですね今空きメモリが 0.4GB 私の場合は Google プレイストアも入れてますし今当然 Linux 環境も動かしてますけどカカツカツにはなっていませんこれぐらいの使用量だったら全然余裕です。ということでですね早速ですけど何か読み込んでみましょうか。ファイルのオープンよいしょでこれね読み込みできるスペースっていうのがですね限られてまして。 このローカルのどっからでも読めるかというと、そこがちょっとね、Linux 環境がね、仮想環境なので、何でも読めるわけではありません。ファイルで開いたときに見えるこの Linux ファイルっていうところ、この中に入れたものしか開くことができません。今ここに画像のファイルを1個入れました。これが開かれるわけですね。ここにあります。これを開いてみましょう。 これは何を撮ったかと言いますとですねよいしょはい私が使っているミニ PC ですねミニ PC を撮ったものですねソニーのカメラで撮りましたレンズはねこれ純正の 11mm 超広角のレンズで撮りました後ろが綺麗にボケててね気に入ってますということでですねちゃんと開けてますね 大丈夫そうですねじゃあちょっと拡大してみますかこの辺拡大してみましょうそうするとちょっとね画面上にゴミみたいなのがついているのでこれを気になるのでねこの辺ちょっと消してみましょうか g i m でこういうゴミ消すときって私はこのスタンプツールをよく使いますねスタンプツールっていうのは近くにある色を使ってですね この辺を塗りつぶしていくとそうするとほら消えちゃうでしょこの辺も似たような色で消してしまえばほら目立たなくなりますねこんなことができるのが g i m でございます多分レタッチですねこういうこう傷を消すようなレタッチですとかリサイズとかですね解像度を変えるとかそういうことは一通りのことはできます 無料のフォトショップとか言われたりするぐらいですからねこの GIMP は無料で使えますがかなり高機能です私も全部の機能が使えるわけではありませんので、まあ、普段自分で使っているようなものしかお話できないんですが今日はねこの使い方を説明するのがメインではありませんので Chromebook 上でも Linux 環境で GIMP がしっかり動くと それでいて、私のようなねそんなに処理能力が高くない Chromebook でも全然作業が滑らかにできるというところをお伝えするのが目的でございました。ということでですね今回は Linux 上で GIMP、ちゃんと動きますということでお後がよろしいようで今回の動画が面白かった参考になったと思っていただけましたらいつものように高評価いただけると嬉しいです。 それではまた週末にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。さよなら。さよなら。